今回こちらの式を証明したいいと思います具体的には、えー、U が直行行列でこの直行行列を用いて、まあ、例えば行列 A をこのように対比化できるとします。で、えー、とこの直行行列 U を用いて U のインバースエクスポネンシャル AU の、U、イコールエクスポネンシャルの U インバース AU が成り立ちます。え、まあこの式をちょっと証明する機会がありましたのでメモ代わりとして残しておきたいと思います。 じゃうこれで早速やっていきたいと思うんですが、まずはえっと左辺イコール。まあえっ、ー、と、過去、まあ自分の動画でいくつかこの線形台数の証明とかいろいろしてるんですけど、まずこのエクスポネンシャル A ですね。このエクスポネンシャル A っていうのは、えー、行列指数関数と呼ばれてまして、具体的には U のインバースのエクスポネンシャルはえっ、ー、と、テーラー展開の形で、 はいこのように書くことができます。で U ですね。で、えー、とこのシグマの部分を前に出してやって、まあ、定数の U の解除も出してやって、はい、ここまでまとめることができますと。で、そうすると、 まあ、A の n 乗は A が n 個あるってことなので、まあ、このように書くことができます。ここで、えー、とこの直行行率 U を用いて、このように対角化できると言いましたが、U のインバースかける u っていうのは1でありますので、まあ、なんか行列の n 乗を計算する際には、えーと、この対角化の性質を用いて、まあ、この U のインバースが1であることを利用して、すみません、えーと、U のインバースと u をかけて 1になることを利用して計算しましたがそれはその逆今回その逆で逆に、えー、とこの u のインバース u イコール1を用いて、まあ、例えばここに uu のインバース uu のインバースがあることを利用しますということで n の階乗の位置の u のインバース、まあ、ちょっと消して a のでこの a と a の間に u および u のインバースがあるとします で、同じように U とインバースがあるとして、で、まあ、これが続いていくと。で、そうしてやりますと、この組っていうのはまあ A の個数と同じなので N 乗になりますということで、このように書くことができます。したがって、ここの部分をまた改めて B とか置いてやりますと、これはまさしく、えー、エクスポネンシャルの 式にななりりまますすののので従ってエクススポネーシャルの U U のインバース A、U、となります、まあ、結構簡単だと思いますがまずはこのエクスポネンシャル A についてはこのように展開できてで、まあ展開していってこの U のインバース U をかけると1になることを利用して、まあ、このようにすることができるでまとめてやりますとこのような式になりまして再びエクスポネンシャルの形を利用してやりますと このようになりますはいということで今回は以上になります。